沢田研二と石橋貴明。若い頃の衝撃エピソードがヤバすぎる。沢田研二さんは昭和を代表する歌手で、多くのヒット曲を世に送り出し、日本レコード大賞をはじめ様々な名誉ある賞を受賞しています。また奇抜な衣装や斬新な自己プロデュースでも注目を集めました。石橋貴明さんは1980年に木梨憲武さんとお笑いコンビトンネルズを結成、若者を中心に高い人気を博しました。バラエティ番組はもちろん、音楽活動やスポーツ分野、近年は YouTuber としても活躍しています。今回はそんな2人の若い頃の衝撃エピソードについて見ていきます。2人の関係。沢田さんはザ・タイガースを経て1971年にソロデビュー。高い歌唱力に甘い歌声、大きな瞳が印象的な美貌で、若い女性を中心に絶大な人気を誇っていました。1977年にリリースされた勝手に仕上がれで第19回日本レコード大賞を受賞、歌謡界のトップに君臨しました。この後も作詞家の阿久悠さんとのコンビで、サムライ、ダーリング、カサブランカ・ダンディなどの名曲が生まれ、その独特の世界観に世間は酔いしれました。石橋さんはトンネルズとしてデビューすると、オールナイト富士や夕焼けにゃんにゃんに出演、破天荒な行動や歌唱で若者から爆発的な人気を獲得します。さらにネルトン・ベニクジラ団をはじめ多くの出演番組が高視聴率を上げ、歌手としてもヒット曲を出すなど活躍し、時代の先頭を走り続けてきました。沢田さんは「トンネルズの皆さんのおかげです」の番組内でコントのコーナーや「食わず嫌い王決定戦」に出演し、石橋さんとの共演をしています。昔の衝撃エピソード。石橋さんはラジオ番組で音楽プロデューサーの後藤嗣俊さんと対談し、沢田さんの話題で盛り上がりました。後藤さんは沢田さんの大ヒット曲TOKIO の編曲を担当しており、多くの仕事をしてきたが、飛ぶ鳥を落とす勢いだった沢田さんの楽曲のアレンジはすごいプレッシャーだったと振り返りました。そこで石橋さんが沢田さんとの初対面エピソードを語ったのです。デビュー前、視聴者参加番組テレビジョッキーのチャンピオン大会に出演した際、ゲストが沢田さんだったそうで、その時 TOKIO を歌ったのを同じスタジオで見ていたのだとか。初対面といっても沢田さんは大スター、石橋さんは素人の参加者でした。しかしアントニオ猪木さんのモノマネでグランドチャンピオンになった石橋さんを沢田さんはしっかり見ていたようなのです。当時沢田さんは TBS で沢田研二ショーという音楽バラエティ番組をやっていました。沢田研二ショーとは、沢田さんがやってみたいことをやりたいようにやるというのがコンセプトの番組で、内容もセットも毎回かなり凝っており、ゲストも豪華だったようです。沢田さんは自分の好きな人、会いたい人をゲストに呼んでいるので終始ご機嫌だったのだとか。その番組の企画の中で、プロレス好きの沢田さんの夢、タイガーマスクになるが実現することになりました。その時になんと、猪木は絶対にあの子にと沢田さん直々に石橋さんを指名したそうです。たっての願いでタイガーマスクに扮した沢田さんと、猪木さんを演じるまだ無名時代の石橋さん。この話はほとんど知られていなかったようで、話を聞いた後藤さんも大変驚いた様子でした。さらに、プロレスの実況中継といえばこの人という古舘伊知郎さんの友情出演もあったというのですから驚きです。なぜなら当時古舘さんはテレビ朝日のアナウンサー、局の垣根を越えて実現した夢のタッグだったからです。古舘さんは、今夜の放送席は私、テレビ朝日が生んだ超過激なアナウンサー古舘伊知郎でありますで始まるおなじみの軽快なしゃべりで盛り上げました。それだけでなく、解説者として本物の新日本プロレス審判部長山本虎鉄さんも出演し、本格的な実況中継が行われたのです。2001年6月に石橋さんが MC を務める TBS の歌番組歌番に沢田さんが出演した際、その様子が放送され、懐かしさに笑顔があふれました。昔の2人の写真、20代前半の沢田さんです。まだ少しあどけない表情ですが、長髪がよく似合っていて素敵ですね。1979年、大ギャルの歌唱シーンです。奇抜な衣装にメイク、タバコを持って歌うスタイルで世間の度肝を抜きました。1983年、デビュー間もないトンネルズの2人です。お笑いスター誕生でグランプリを獲得、
ブレイク寸前でした。1984年のデビュー曲、秋元康さん作詞の一騎です。この曲で暴れ回った彼らは若者からの熱い支持を得ました。1985年発売のトンネルズファーストアルバムです。なりますというタイトルは石橋さんの出身地板橋区なりますから取られています。まとめ、沢田研二さんは多くのヒット曲を世に送り出したスーパースターで、日本レコード大賞など様々な賞に輝いています。奇抜な衣装や斬新な自己プロデュースでも注目を集め、時代を象徴する存在でした。石橋貴明さんは1980年に木梨憲武さんとお笑いコンビトンネルズを結成。深夜番組などで活躍すると、その破天荒な芸風で多くの若者から支持されました。石橋さんがデビュー前に出演した視聴者参加番組のゲストだった沢田さんは、チャンピオンになった石橋さんを覚えていて、自分の番組に出演してほしいと指名したことがあったそうです。